2024年パリオリンピックは2024年7月26日から8月11日までの17日間フランスのパリで開催される予定のオリンピック競技大会一般的にパリオリンピックと呼称されパリ五輪と略称される2017年9月にペルーのリマで開催された IOC 総会にて正式に承認された パリでの開催は1924年以来、100年ぶり3回目で、冬季大会を含めれば、フランスでの開催は1992年、アルベールビルオリンピック以来、32年ぶり6回目となる。オリンピック大会組織委員会は2024年、パリオリンピックパラリンピック組織委員会。2022年冬季五輪招致での財政不安などで、候補の撤退が、 相次いだ反省を踏まえ、多くの都市の立候補を促すため、募集、申請、立候補の3段階に分けた手順を定めた。開催に関心のある都市は、申請前に国際オリンピック委員会と運営上の課題や計画を意見交換できる。開催都市には約15億ドルの支援金も準備する。 既存施設の活用や分散開催などを認めた五輪アジェンダ2020が初めて本格的に適用される大会招致となる。以下、人物の肩書きはいずれもその当時のもの。以下、人物の肩書きはいずれもその当時のもの。大会エンブレムは2019年10月21日にグランレックスで発表され、五輪パラリンピック同一エンブレムを採用。 パリオリンピック組織 CEO の HN トボアは、社会の利益とすべての人々の利益という、大会ビジョンを基づいた。エンブレムは、金メダル、オリンピック成果、お及び、フランスの象徴であるマリアンヌの3つのシンボルを、融合したという。大会組織委員会は、現地時間の2021年12月13日に、2024年、パリオリンピックの開会式については、 パリ中心部を流れるセーヌ川で行われ、各国、地域の選手団は、船で川を航行して、入場を更新することになるとの計画を発表した。計画は、オステルリッツ橋から、エッフェル島近くのイエナ橋までの間を川下りして、開会式パレードを行うものであり、これまでスタジアムを主会場として、開会式を行ってきた夏季オリンピックの中に、前例を見ない形となる。 競技場で行う場合の約10倍に当たる60万人が一部無料を含む観戦ができるメリットがある一方、安全確保が大きな課題となる。また、閉会式についてはトロカデロ広場で行われる計画であり、いずれの式もランドマークを活用して町そのものを競技場に見立てた大会組織委のコンセプトが通定するものである。 2024年夏季オリンピックは2016年と同じ夏季の28の競技が実施されることが2017年6月9日の IOC 理事会で決定した。ドーピングが多発したことによりウエイトリフティングの除外が検討されたが条件付き残留になった。その後、2017年末までに IOC はボクシングの国際競技連盟である。 国際ボクシング協会に財政、ガバナンス、倫理及び審判の分野における問題があるとして監視を開始。2018年11月30日、相場に満足のいく改善が見られないとして IOC 理事会により調査委員会を設置。2020年東京オリンピックからの排除も検討。2019年5月 IOC は 相場の衣服としての承認を停止。6月26日、IOC は2020年東京オリンピックのボクシング競技は、相場の開催権利を剥奪するが、とりあえず実施は決定した。野球とソフトボールは除外される。東京オリンピックから採用された、開催都市提案の追加種目について、パリオリンピック組織は、スポーツクライミング、サーフィン、 ローラースポーツのスケートボード、ダンススポーツのブレイキングを追加種目提案候補に挙げた。すべてエクストリームスポーツで多くはアーバンスポーツであった。2019年6月25日、スポーツクライミング4種目、サーフィン2種目、スケートボード4種目、ブレイキング2種目の追加種目採用が IOC オリンピックプログラム委員会での議論。 IOC 理事会承認の後、IOC 総会でパリオリンピック組織から提案され、追加種目になることが挙手での採決で事実上決定した。追加種目決定の締め切りは2021年だが、総会ではこれ以上の追加種目提案はないことも表明された。挙手の前の IOC 委員による意見表明では、サラ・ウォーカー、渡辺主政、 エレーナイシンバイはらが賛成の表明をした。日本アーバンスポーツ支援協議会とアーバンスポーツでありオリンピック非正式種目であるパルクールを実施している国際体操連盟の会長である渡辺は2年前東京五輪でこれらアーバンスポーツが実施されることが決定してからとても保守的でアーバンスポーツが認められにくい状況にある日本でも多くの若者が アーバンスポーツをやるようになった。日本ではわずか2年でアーバンスポーツはメジャースポーツになった。これは奇跡だと思う。皆様の決断により日本の多くの若者がスポーツの世界に戻ってきている。特にアーバンスポーツで親や祖父母たちが子供たちの活躍を祝福する状況になっている。パリではアーバンスポーツは偉大な成功を収めることを強く信じている。 と述べた。初採用のブレーキン以外の追加種目については、2020年東京オリンピックでの実施状況を検証し、2020年12月の IOC 理事会で最終決定することとされていたが、東京オリンピックが COVID-19 流行の影響で1年延期となったことにより、実施状況を確認することなく、2020年12月の IOC 理事会にて引き続きパリオリンピックでも実施されることが決定した。パリ2024招致委員会によると大会は既存の競技施設を中心に開催する予定である。競技会場は 1998FIFA ワールドカップ決勝や世界陸上2003ラグビーワールドカップ2007決勝の舞台となったスタッド・ド・フランスのほかベルシー・アリーナや スタッドローランギャロスなどが使用される見込みだが、大会期間中は IOC の規定によりスタジアムの名称が変更される予定である。また、サーフィンはパリから1万 5000km 以上も離れたフランス領ポリネシアのタヒチ島での開催が内定している。ありがとうございます。